こんにちは。今日はこちらダイソーのメランジと、これはセリアで購入したと思うんですけど、セリアのカラーパレット中細、これを組み合わせて、めっちゃ合いそうですよね。これでね、あのスヌードを作っていこうかなと思います。ちなみにこちらがカラーパレット、アクリル 70%、 毛が 30%、 25g、 83m 入っています。3号から5号ですね。で、カラーナンバーが3番、こういうのと、でこちらメランジスモーキーパープル、これがアクリル 100%、 60g、 108m 入ってます。かぎ割りの指定が7号から8号ですね。これを1本ずつ中から出していきます。こっちで1本ずつ中から出してきて、まあ、今回も10号でユッテリアンでいこうかなと思います。でここは鎖編みから始めていきます。こういう風に持って、まあ、ここもいろいろ作り目が方法があると思うんですけど、ここでグッと締めて、ここから鎖編みを1、2、3、4、5っていう感じで、またいつもみたいに鎖編みを何目しましたっていう感じをお伝えして進めていこうと思います。鎖編みを今回は70してきました。でこういう風に右手はこう持って、一番最初のところまでこう歪みがないようにまっすぐこうタグって持っていきます。でここでこういう状態で曲がってない状態が作られるんですけど、私はいつも4回回していくんですね。ここを左を1回裏目見て、2回表、3回また裏で、4回、ここでつけていこうかなと思います。まあ、ここもいろいろ好みがあると思うので、自分のこれっていうのを見つけていただくといいかなと思います。まあ、あのねじらないのも可愛いと思うので、で、まあ、ここ手前1本向こう2本みたいなところをこう取って、こう2本取ってますね。でも2本取りなので4本取ったことになってるんですけど、ここで針を入れて引き抜いて、で立ち上がりを1つします。で根元から、まあね、今回どういう柄にしようかなと思って、まあ、普通にねこうやって引き揃えるときはそんなに柄を作ったりとかしないんですけど、まあちょっとねこう、まあ、ピンクっていうので面白いかなと思って松編みをやっていこうかなと思います。まあ、松編みってこう結構柄的に渋い感じなんですけど、こういう可愛い感じでやるとまた雰囲気も変わるのかなと思って、ちょっとやっていこうと思います。この根元から細編みを入れていきます。細編みを入れて、で1つ細編み入れたら、ここにマーカーをして一番最初の細編みの頭っていうことでこう印をつけていきます。こういう風にで印つけたら引っ掛けて、まあ、1段目はね全部細編みでやっていてもいいと思うんですけど、最初から柄を入れていこうかなと思います。引っ掛けて1、2飛ばして3個目の手前1本向こう2本みたいなところ、まあ、そこを決めて編んでいくって、こう一度決めるとずっと同じところを取っていきますね。こうして引っ掛けて長編みを同じところにここを入れていきます。なんか緩んでる。こうして2本取って2本、引っ掛けて同じところにもう1回2本取って2本入れる、引っ掛けて3回目、4回目、5回目、どうかな、これは可愛くなると思うんですけどね、あんまり柄どうなんかな。まあ、これでちょっとやっていこうかなと思いますね。でまた入ってないところから1、2飛ばして3個目のところに針を入れて、手前1本のところを通ってますね。これもね、こういう入れるところも前のところからこう合わせて曲がってないように入れていくといいかなと思います。まあ、ここでねちょっと狂ってしまう場合があるんだと思うんですよね。あの4回回したつもりがこう1周回ってきたらそんなに回ってなかったとか、回りすぎてる場合もあるんだと思うし、まあ、こういうところもね、1段目はこう気をつけて、次はこういう風に見て、で
引っ掛けて入れるところもね、こうねじれないように 1,2,3 個目のところ針を入れて長編みを5個するんですけど、こういう風に入れていくときは気をつけながら入れていきます。2個目、2本取りでやってるからね、ちょっと引っ掛けにくいかもしれないですけど、3個目、まあ可愛くなるのかなっていうのをちょっと信じてやっていきますね。4個目、5個、どうかな、これでねちょっと一周やっていこうかなと思います。ではぐるっと一周最後のところまでやっていこうと思います。はい、こういった感じで一周編んできました。で今細編みが入っているところなんですけど、次は扇、長編みを5個入れるところなんですね。でも 1,2,3 個目のところと一番最初がぶつかるので、まあ、どうしようかなと思うんですよね。でもねいつもこう調節するんですね、1段目は。まあ、私は計算して作り目を考えてないのでいつもこういう風になるんですけど、ここで 1,2,3 個目入れるんですけど、普通は2個目に細編みを入れて調節しようかなと思います。で次また1,2、まあここは3個目に入れようかな、3個目に扇作ってここにつなげようかなと思ってます。でその前にここでね一回また見てみます。こういう風に表、今こっち右側は表なんですけど、表をこういう風にしてねじれてないようにこうやって持ってみます。でここでちゃんとねじれてるか確認しますね。でこう、ひねった方向にこうほどけるところがあるんですね。こっちにひねったらほどけるなって思うんで、このねじれがなんでこっち側に回していくんですけど、1回目、2回、3回、4回、これで合ってますね。ここでねこう結構ねじれててもなんか1回ねじれそびえてるなって思ってもこのままつけていきますね。まあ、それで十分やっていけるんで、ここでねまあたまたまこうやってねじれてなかったんでこのままいくんですけど、 1,2,3 個目、ちょっと向こうがねカンカン言ってちょっと聞こえにくかったらすいません。ここで一番最後の扇入れて1段目の最初の細編みにつなげようかなと思います。2,3,4,4回目で5回入れます。で5回入れたら最初の細編みの頭に引っ付けます。ここですね、マーカーを入れてるんで、ここに針を入れて引き抜いて、で次はこの逆をやっていきます。1段目に細編みしているところに扇を作って、で1段目の扇のこの一番高いところ5個、長編みを入れてると思うんですけど、長編みの真ん中ここに細編みを入れて、でまた長編み5個、細編み入れてっていう感じでやっていきます。立ち上がりは 1,2,3 入れます。で引っ掛けてこの細編みの上だと思うんですけど、私はねここ穴開くかなと思うのでここに入れてます。細編みのここに入れて、裏はここの外したところに入れます。なんか入れますとかで勝手にやってるんですけど1回目長編みして引っ掛けて、まあ、ここもね好みになるんで、私は穴が気になるのでちょっとそういう感じで取ってるんですけど、で一番最初の立ち上がり3個目のところ、ここに針を、マーカーを入れて一番最初に入れますね、次はここが。で次、この1段目に編んだ 1,2,3,4,5 のこの真ん中、ここはね普通に取ろうかなと思います。細編みの、長編みの頭に細編み、で次はここにまた V の中を取って、まあ、メリヤス編み風みたいな感じで、エラはこう外したところを長編み5回取ります。1、長編みも必ず5回やりますね。じゃないと3回でも、4回でもちょっとおかしなことになるんですよ。私も何回もそれやってるんですけど、まあ、そこまでほどいてやり直したりとかするんですね。こう
一回一回ね、私はこう数えてやってます。あまり自分を信じてないんでこうやってね4回でこう確認して次に行くっていう感じで、まあ、ほどく方がね時間かかるんで、まあ、一回一回確実に5個入れていった方がいいかなと思って数えてやっていきますね。引っ掛けてでここ外したところに入れて長編みを5回、1、2、3、4、5なんか言い出したもん。でこういう風にねずっと好みのところまでやっていこうかなと思います。まあどっちかが先になくなると思うんでそこでまたお伝えしてっていう感じにはなると思うんですけど、まあ、1、3、5、7、9、奇数は細編みから始まって長編み5個細編みっていう感じで進んでいきます。で2段目2、4、6、8偶数は立ち上がり3目で始まってでまた、細編み、長編み5個、まあ、最初は長編み2つですね。鎖編み1つとカウントして長編み2つ、まあ、ここまで一応またやっていきます。2段目の一番最後のところまで編んでいってまたそこからやっていこうかなと今思います。ではやっていきます。はい、こういった感じでずっと編んできて、まあ、両方同じぐらいでなくなったって感じですね。まあ、このメランジからつなげていこうかなと思います。で、まあ、一応1周どれぐらいあるか測って進めていこうかなと思います。まあ、ここはねちょっと測って意味があるのかわからないですけど、マーカーが入っているところからマーカーがで終わるところまで、まあ、一応伸ばさないようにこう測っていこうと思います。なんか、ね、まあ大体にはなるんですけど、1周が感じで76センチぐらいありますね。それで深さは、まあ、何段編んだかっていうと1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10段目始まったばかりって感じですね。ここから10段目で、まあ、深さは16センチぐらいになってます。でここからもう一玉ずつなのでだいたいこの倍ぐらいはいくのかなと思うんですけど、まあ、それもどこまで編むかわからないですけど、また何段編みましたっていう感じにお伝えできたらなと思います。ここからまたメランジをつなげていきます。まあ、いつもと同じようなつなげ方でつなげていきます。で、取ってでもうちょっと編めるかなと思うので、まあ、1、2、3個入れてるので長編み4個目ちょっとずつ様子を見て、まあ、ギリギリまで使いますね。4個目で5個目、まあ、これぐらい余ったらいいかなと思うのでここで余らせて、でメランジを同じぐらい余らせてつなげていきます。で今から使う方をこういう風に持って、左手で持って、でこの今までのと今からつなげていくのをこう左手で持って引き抜いてこうやって糸をつなげていきます。でこうやって巻き込んで手渡しをしてるんですけど、まあおすすめですね、こういう風にやるの。でここでまた巻き込んで、次は細編みかな、細編みですね。次のところ細編み入れてこれを巻き込んで、でまた上に持ってきたりして引っ掛けて次の細編みのところ、ここに長編みを入れてたので長編み、こういう風に入れていきます。でまたこういう風に巻き込んで糸始末をなくしていきますね。でまた表に持ってきたりとかして引っ掛けて長編み、こうやって巻き込んで
ウエストやウエスト巻き込んできているので、まあ、糸がなくなったところでもカットして、まあ、そのまままた同じように編んでいきますね。引っ掛けてこうして巻き込んで長編み、まあ、ここでカットしていこうかなと思います。引っ掛けて離して長編みで緩みをちょっと解消させて、まあ、かなり巻き込んできたので糸はカットした方がいいかなと思います。まあ、一応ここから、どの辺かな、まあ、大体この辺からメランジつなげましたっていうことでマーカーをして、まあ、後で言うかちょっとわからないんですけど覚えてたらお伝えして進めていこうと思います。で、あとこっちもなくなってくると思うので、こっちも今と同じように巻き込んでつなげてずっと編んでいきます。では好みの高さまで編んでいきます。はい、こういった感じで2玉目もギリギリまで編んできました。まあ、もう一周はできないんでここで止めています。で、かなりボリュームができたので、まあ、この2玉2玉で全部で4玉で仕上げていこうかなと思います。で、ここで仕上げるので一番最後のとこまで編んでるんですけど、ここで今、長編みを5つ入れてきたところで一番最初の細編みの頭に針を刺して、まあ、ここまで同じように同じ糸で同じ号数でやられてもいろいろ変わってくるんだと思うんですけど、私はまあその編み加減によっても違ってくると思うし、まあ、10号でやってこれぐらい編ましたね。ここで何か目安にしていただければと思います。で、何段編んだかっていうのもお伝えしていこうかなと思います。ここで糸をカットして、で、スッと抜いて糸始末していきます。で、こういう風にグッと締めて、まあ、どっちが見えても綺麗になるように、まあ、一応こっちに糸始末しましょうかね。この糸を挟んで向こう側、なんかね、これもちょっと穴が開いていってるので、こういう風に編み地がなので、返し返しでちょっとずつこう進んで糸始末をしていこうかなと思います。まあ、この中でも大体こう分厚いかなって思うところに針を刺して、こういう風にちょっと返しをして糸始末していこうと思います。もう一回ぐらいしとこうかな。もう一回ぐらいしてピッと感じで、で、ギリギリでカットします。で、まあ、一番最初のところも糸始末する形になると思うんですけど、まあ、巻き込んできてなかったのでそれどこかな、これちょっと探して糸始末しようかなと思います。はい、という感じで一番最初のところも糸始末してなかったので、さっきと同じようにちょっとずつこういろんなところを通って糸始末していきます。こうして、あらら、何回かくぐってあっちこっちにくぐらせて糸始末していきます。ちょっと返しして、次分厚いところ、まあ、横にブスッと刺してもいいと思うんですよね。こんな感じで、で、ちょっと糸を挟んで、こんな感じで、あれも、こうして糸始末して完成させようと思います。で、ちょっと一周測っていこうかなと思います。あ、測ったのかな、あ、測りましたね、一周。なのでこの深さを測ります。深さもかなりね、この高さを編んできてますね。深さって言ったら高さって言ってこれはちょっと裏編み見てます。ね、まあ、大体ですよね、大体20、30センチぐらいですかね。結構深く編んできてます。な感じ、なんかね、こう遠くから見たら松編みっぽく見えなくて、また違う柄なのかなっていう感じですね。まあ、一応ね、いつも通り4つに折っていこうかなとは思うんですよね。こうやってこういう風にね、畳んで置いとけるっていうので4回回して、
編んでるんですけど、今回はねこう深くすごい編んだので中にしっかり入らないんですよね。まあ、こういう風に折って直すかなっていうところですね。まあ、直すのがね あれじゃないんで、まあ、使うのがね、まあ、こういう風にしてこの中をガッて貼ってここでこうふわっと作り上げていきますね。でこの作り上げたまんま頭からかぶるといいかなと思います。かなりボリュームがあって暖かくなるかなと思ってな感じで、まあ、膝に置いてただけでもね結構暖かかったので、まあ、かなり暖かいと思います。これもうなんか風が入ってくるところがないっていうくらいこうしっかり首の周りにフィットする感じなので、今回は、まあ、こういう感じで作り上げました。まあ両方ね2玉ずつはいるんですけど、これもねいろんな色ありますよね。両方セリアのこの糸もいろんな色が出てると思うし、メランジェもいろいろ出てると思うので、またその組み合わせでも楽しめるかなと思うんで、こういろいろやってみてください。まあ、こういったところかな。まあ、このねピンクの濃いところも、まあ、光沢がある、めっちゃ噛むんですけど光沢がある感じなんで、まあ、そういった意味でもすごい良かったかなって思います。まあ、どうなるかと思ったんですけど、こういう風にやってみると可愛かったりするんで、まあいろいろ合わせてやってみるのもいいんじゃないかなと思いますね。まあ、ちょっとね2段ぐらい編んで、まあ、変やなとかいうのは分かるんですよ。まあ、そういった場合は私もほどくんですけど、まあ、今回はもう可愛いのでそのままやって最後まで仕上げたんですけどね。まあ2段ってね結構時間かかるんですけど、まあ、2段ぐらい編まないと私は分からなくて、だからそうですね、まあ、組み合わせって、まあ、何でもいけそうなんですけど、たまに間違えるんですよねだからこういう風にいろいろやってみるのもいいんじゃないかなと思います。こんな感じで可愛くできるのでぜひ作ってみてください。今日も最後まで見てくださりありがとうございます。はい、すいません、この夏編み何段編んだかっていうのをお伝えしてなかったんで、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,19段編んできてます。